はい、どうもチャンネルです。今回ですけども、今回の動画はデニムコーデやっていきたいと思います。春服のデニム縛りコーデということでやっていきたいんですけども、今回は4つコーデをね、組んでいきたいと思います。でね、昨日ね、ゲーム実況の動画が上がったと思うんですけども、ゲーム実況やるかもしんないですって言った次の日にね、ゲーム実況も撮って出したんですけど、まあね、初めてということでね、なんでゲーム実況やろうって思ったのかとか、ゲーム実況の時にこういうの話していきますよみたいな、こういうこともやっていきますみたいなことをゲーム実況内で話してるんで、もしね、まだ見てない方いましたら概要欄にねリンク貼ってるんで、そちらからねぜひご視聴お願いします。でまああんな感じでゲーム実況いろんな動画でねやっていこうかなと思うんですけど、初めてのゲーム実況荒野コーデやったんですけど、まあ今のねまあそのゲームのランキングとか見た感じでゲームとか決めたんですけど、荒野コーデ以外にもいろいろやっていきたいと思うんで、リクエストくれればねそちらもやっていこうと思います。ゲーム実況の投稿日というか投稿する頻度なんですけど、昨日は夜9時にね上がったと思うんですけど、僕が今考えてるのはちょっと毎日投稿に変えようかなって思います。毎日投稿にもしかしたらする可能性もあります。ゲーム実況を月曜日にも出せるかなっていう風に思ってて、今僕は通常月曜日が休みなんですけど、まあね明日は振り返りでね動画出るんですけども、まあ明日は普通のファッション動画が出ると思います。その来週とかの月曜日にもゲーム実況もしかしたら出せるかなっていう風に思って、だから月曜日はゲーム実況が出る日もあればファッション動画が出る日もあります。僕がね今ちょっと挑戦しようと思ってるのが、1日2本動画出る時もあります。通常の9時はファッション動画で、もう一つの時間帯はゲーム実況を出そうかなと思ってます。通常9時はファッション動画って言ったんですけど、まあ、ファッション以外のことも出る可能性もあると思います。でこれからちょっとやっていこうかなと思ってるんで、どのタイミングでね1日2本投稿になるかはちょっとまだわかんないんですけど、その1日2本にする可能性もあるということで、ちょっとねこの動画でお伝えしていこうと思います。はい、というわけでねちょっと長くなったんですけど、今日は春服のデニムコーデということで4つコーデ組んでいきたいと思うんで、ぜひね参考にしてもらえたらなって思います。というわけでね早速やっていきたいと思います。はい、というこちら1コーデ目なんですけど、これはねスウェットを使ったコーデですね。こんな感じですね。タートルネックにクロップド丈のスウェットなんですけど、ナイキのスウェットですね。これはワンポイントで、これねハイウエストなんで、だからクロップド丈とも大丈夫だと思うんですけど、こういうねワンポイントのスウェットも僕好きで、これはね別に古着屋で買ってないんですけど、古着屋でナイキとか、まあ、ナイキに限らずいろんなブランドのスウェット、古着のスウェットですね、そういうのも僕好きで結構見たりするんですけど、そうこんな感じかな。これはもうほんとにデニムに合うって感じですね。今回はねこの色の系統のデニムを使っていくんで、グレーとか黒のデニムは出てこないんですけど、これとかさもう普通にグレーのデニムとかにも合いそうじゃない、まあ、黒とグレーも全然僕は合うかなと思うんですけど、これはちょっとね身幅が広いですね。丈が短い分身幅が広くてちょっとゆったりしたスウェットですね。まあ、これは一応ねレディースのアイテムだったんですけど、全然メンズの人でも着れるかということで買いました。スウェットにタートルネックとかスウェットにシャツとかはそういう無難な、ね、合わせ方で今回はやってるんですけど、こんな感じかな。一方でクロップロだけスタイルがよく見えるっていうのは何度も言ってるかなと思うんですけど、本当にそうで、だからねレディースに人気なのかなっていうふうに僕は思うんですけど、このスウェットはね去年ぐらいに買ったんですけど、めちゃくちゃ好きですね。でまあ普通に白のスニーカーを履いてるって感じで、こちらはスウェット×デニムということで2コーデ目いきたいと思います。はい、でこちら2コーデ目なんですけど、こんな感じかな。このカーキーのベストにボーダーのインナー使ってデニムということで、これ良くない？こういうコーデマジで好きなんですよ僕。本当にこうやって遠目から見るとボーダーあんま分かんないと思うんです、近くで見るとそうこんな感じで、この色の相性がめちゃくちゃいいんですよ。結構フリーサイズのベストなんで、これだからオーバーサイズ上のベストだから、だからちょっとねダボってきて、下はね細身のデニムでシュッとしてる感じなんですけど、まあ、バランスいいよね。僕はまだベストは好きですね。こういったオーバーサイズのベストだったり、まあ、ニットベストもそうだし、普通のサイズ感のベストも好きで、いろんなベスト買ってるんですけど、春もね全然ベストは使えるしね、ワンチャン夏ぐらいまでも使えるとか、そういう感じのアイテムなんで、これなんか別に夏ギリギリまで着れるしね、下半袖でも全然合うから、正直これインしてちょっとこうやってダボって出しても僕は全然かっこいいなと思うし、まあいろんな着方ありますねこのアイテムは。こんな感じかな。このねボーダーのインナーめちゃくちゃいいよね。ボーダーをインナーで使うと本当にいいですよ、めちゃくちゃ。まあ、このベストも最近出てきてると思うんですけど、まあ、そんぐらい好きですっていうねことなんで、皆さん知っといてください。好きなアイテムはとことん使っていくんで、僕はみんなもそうでしょ。こんな感じかな。まあ、ポッケめっちゃあるよねこれ、すごくない？はい、次3個で目いきたいと思います。はい、こちら3コーデ目なんですけど、これはねちょっとパーカーをインしてるんですけど、新しいスタイルですね、まあ、パーカーをインするっていうね、これはねリーバイスのデニムなんですけど、ちょっと色が濃いめというか、さっきよりちょっとね色がね濃いめのデニムなんですけど、こんな感じかな。パーカーをインするっていうのめちゃくちゃいいと思う。今はねパーカー一つなんですけど、これに例えばまあベストだったり羽織っても僕はね可愛いと思います。まあ、パーカー一つでもね全然可愛いと思うんですけど、まあそうこんな感じかな。パーカーはやっぱりもうこれからの必須のアイテムって言っても過言じゃないからね。
僕ももっと集めていきたいなって思ってます。パーカーっていうのは重ね着というか、パーカーの上にでも何でも着れるし、パーカー一つでも着れるし、いろんな着回し方ができるアイテムの一つだと思ってるんで、パーカーっていうものはね、やっぱりめちゃくちゃいろんな色のパーカーとか、いろんなデザインのパーカーとか、いろんな形のパーカー、まあ、オーバーサイズのパーカーもあるし、ぴったりめのパーカーもあるから、いろんなパーカーっても僕はその方がいいと思います。まあこんな感じかな。デザインが完璧だよね、これパーカーのデザインが本当に好きだ。だから最近使ってるんですけど、なんかみんなの好きなデニムを使ったコーデとか、どういったデニムが好きとか、そういうのもねコメントとかしてくれたら嬉しいなって思います。パーカー×デニムはね、スウェット×デニムと同じぐらい定番というかあるあるなコーデなんですけど、それをねインすることによって違う見え方がすると思うんで、まあこんな感じかな、3コーデ目。はい、というわけで次4コーデ目いきたいと思います。はい、ということで4コーデ目ラストなんですけど、これね最近このトラックジャケット出てきてると思うんですけど、これをわざとなんかちょっと肩にかけるというか、あまりないような着方だと思うんですけど、半分ぐらいまでチャック開けて肩を落としがちで着るっていう感じかな。中タートルネックなんですけど、これねタートルネックですけど、中はいろんなインナーをね使っても可愛いと思います。例えば首元にデザインが入ってたり、普通にデザインが入ってる T シャツとかインナーを使っても可愛いと思うんですけど、僕は今回はタートルネックを着てるということで、まあ、こんな感じでね着ています。これを例えばシンプルにこうやってね着てもいいんですけど、これだったらシンプルすぎるから、そこはちょっとアクセントを加えて、肩にかけるまではいかないけど、ちょっとなんていうの、下ろしてこうやって着てアレンジした着方っていう感じで僕は今やってるんですけど、最近思うんですけど、同じコーデだとしてもそのアレンジした着方をすれば全く違ったような見え方するなって最近思って、例えばシャツとかチェックシャツにデニムとかだったら、半分シャツをしまって半分出したり、それこそ一番上だけ締めるとか、そういったまあいろんな着方があると思うんですけど、最近思うんですよね。そうやってこんな感じでトラックジャケットってもう普通に着るのが王道というか、そういう着方しかないなと思ってたんですけど、僕はちょっとあえてこういう風に着てちょっとアレンジしてました。なんで、ね、皆さんもね同じコーデでも着方をアレンジしてみたりすれば、こっちの方がいいじゃんとかなる可能性もあるんで、ぜひやってみてください。まあ、そんな感じかな。これは、まあ、ラストのコーデなんですけど、もう本当に気に入ってるんですよこのトラックジャケット。セットアップで買いたかったぐらいですね。本当はこれセットアップで僕下も買おうと思ったんですけど、下が売り切れて上だけあったんで、まあセットアップで買えないけどトップスだけでも買うぐらいな価値あるなって僕の中で思ったんで、こちら買いました。めちゃくちゃ気に入ってます。ということでね、じゃあこちらラストのコーデでした。はい、というわけでね、今回の動画は春服のねデニムコーデということで4つねコーデ組んでったんですけど、今回は結構パーカーと合わせてみたりスウェットと合わせてみたり、結構ね、まあ、定番というか真似しやすいようなアイテムを使ったりしてるんで、よかったらねぜひね参考にしてみてください。まあその中でね、やっぱりスウェットとかパーカーと合わせるときって周りと被ったりやってる人が多いと思うんで、その中で自分なりに着方をアレンジしたりすると見え方がね逆にそっちの方がいいみたいな感じに、ね、なる可能性もあると思うんで、ぜひね自分なりにね着方をアレンジしてみてもいいかなって思います。もう本当にね、なんか考えれば考えるほどいろんな着方が出てくると思うんで、まあ、今回は春服のデニムコーデということで、まあ、これからもね何々コーデとか、まあ、春服コーデ夏服コーデ、まあ、そういう感じはあるかなと思うんですけど、まあ、なんかアイテム縛りのコーデとか、今回だったらデニム縛りコーデ、シャツ縛り、カーディガン縛り、まあ、トラックジャケット縛りみたいな、そういうねいろんな縛りコーデとかできると思うんで、またねこういった丸々コーデっていうのもねやっていこうと思うんで、ぜひ、ね、楽しみにしてください。はい、そしてねまた最後のオープニングでも言ったんですけど、これからねいろんな動画ね、ファッション以外の動画でもいろんな動画上がってくるって言ってるんですけども、その中でね主にゲーム実況をね結構出すかなと思ってるんで、もしねよかったら見てみてください。一日2本投稿に、ね、なる可能性もあるって言ったんですけど、それもね実現できるように頑張るんで、このいつから1日2本投稿になるかわかんないんですけど、もう本当にねなんかうまくいったらすぐ1日2本投稿にしたりするっていう可能性もあるし、まあ1週間後とか体制が整ったら1日2本投稿っていうのもねやっていこうと思うんで、またねその時は1日2本投稿にしますっていう、まだね近くなったら動画で話そうかなと思うんで、そちらの方も楽しみに待っていただけたらなって思います。昨日の動画ねゲーム実況なんで、僕の初めてのゲーム実況ぜひね見てほしいなって思います。まあゲームのリクエストもお待ちしておりますということで、今回の動画以上になります。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。インスタ、TikTok、Twitter もやってるんで、そちらのフォローお願いします。それでは次の動画でバイバイ。